い、こんにちは、豆と申します。あだばなの館地獄編実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで本陣崩しだったかな。はい、やっていきましょう。どんなんだったっけちょっとね、説明聞いたのがね、前回からまたね、日にちまたぐと忘れちゃうんだよねはい、攻撃赤は防御リクトね。 OK、 誰に本陣を与えるか選択してください。あのさ、シンジキュンさ、なんかスキルがありそうだったよね。狙われたら何かできるんじゃないかと思って、ちょっと一回シンジ君に渡してみたいと思います。お願いするぞシンジ。さてと、それじゃあまずはこちらの攻撃ターンだけど、誰を攻撃しようか。それじゃあそっちの金髪くんで早速狙われましたが、シンジ君なんかあるんだよね。こちらは大砲を使わせてもらうわ。まあ一応使いましょうかね、盾を。はい、赤間側からの攻撃と、陸側盾を使用、陸側本陣に1ダメージと。はいどうやら本陣に当たったようね、ラッキー。はい、さて今度はこちらの攻撃か。誰を攻撃するか、誰に持たせてるかな。ルーレットでいい目つぶって今、あ、秋月さん、はいこんな適当でいい、もうわかんないんだもん。はい、じゃあ攻撃します。もう嫌でいいかな。はい、そのまま受けるぜ。陸側の攻撃と秋月に1ダメージ。なかなかやるじゃない、陸くん。それじゃあ次はこっちの反撃よ。はい、じゃあずっとちょっと今回はシンジに持たしていきたいと思いますいや、シンジを守るという意味でね、持たせてるだけだからね選手交代、次は俺が誰を攻撃するか選ばしてもらうぜ、王女。好きにしていいわよ。それじゃあそっちの普通顔くん、もうなんでみんなシンジを狙うんだいや、そういう風に組み込まれてるのかな、誰、本陣を持ってるやつを絶対に狙うみたいな。シンジって言ったか、オタクを狙わせてもらうわ。普通顔は余計だ、ほっと気にしてたか悪い悪い。ほんじゃ弓で攻撃させてもらうわ。まあ使っとこうかの。はい、盾を使用、本陣の攻撃はノーダメージとな。シンジキュン、そろそろ使うかを、次ぐらいで。リク、相談がある。今回と次の攻撃僕にやらせてもらえないか。理由は？勝つため信じていいんだな。期待は裏切らない。わかった、なら任せる。それじゃあ僕の攻撃対象はそちらの執事君だ。使用する武器は矢、盾を使うわ。赤羽側は盾を使用、冬木への攻撃はノーダメージ。こっちもさ、私と同じでさ、守るって意味でさ、あの本陣を冬木君にずっと持たせてるのかもしれないですね。お嬢様、言ったでしょ、あんたは私が守るって。お荷物一つ背負っていても私にはハンデにすらならないわ。ありがとうございますお嬢様、ね、おおまた、え、コメント切ったつもりだったのに切ってなかったりしね、おいでひょいでございますはい、いやでもありがたいですね、勝手に進めてくれるのは。私がしたら多分負けるでしょうからね。あ、ゲーム止まってる。はい、誰に本陣を与えるか、シンジキュンそろそろ使え。次は私が攻撃させてもらうわ。狙いはリク君、矢で攻撃させてもらうわ。
受けましょうかね。盾は使いませんと。赤羽側からの攻撃、リクに1ダメージ。ごめんねリクキュン。ちょっとダメージが入ったわねリクくん。はい、ということでジャックお願い。次はこちら側の、こちらの攻撃だが、続けて僕がさせてもらう。攻撃対象は先ほどと同じ執事くんだ。使用する武器は、いや盾を使うわ。はい、冬木への攻撃はノーダメージと。どんどん矢から撃っていって最終的に大砲を使うって感じなのかな。何ターンできるんだっけ。また盾を使ったということはこれは決定だな。はい、こっちもね、こっちもシンジ君にずっと任せるからね。はい、続けて私が攻撃させてもらうわ。狙いはそうね、シンジ君。俺かよ。弱いやつから狙うのは常識じゃない。そっちもやってることだし。上等だぜ、来いよ。矢で攻撃させてもらうわ。使いましょう一応。はい、盾を使用。本陣への攻撃はノーダメージと。はい、さて次の攻撃は俺の選択だな。じゃあごめんね冬木くん。攻撃しろよってね、ジャックがね命令するんです。私のせいじゃない。そのまま受けます。はい、冬木に2ダメージか。さあこちらの反撃を。本陣は冬木が持ってるわけじゃなかったのね。はい、誰にもう決まってる、恥じゃないここは。それじゃあ次は俺が攻撃させてもらうぜ。構わないよな冬木。ええ、僕は攻撃には参加しません。たとえゲームでも誰かを傷つけるのは。相変わらずあんたは余計なこと考えるわね。ま、その代わりに私たちがいるんだけどね。そういうことだな。それじゃあリク君、オタクを狙わしてもらうぜ。まだでもあと2ポイントあるんだよね、ヒットポイント。使いません、まだ大丈夫。はい、自利品ですがね。ちょっとはダメージ入ったかな。はい、ではこちらの攻撃です。矢でそちらの執事を攻撃。盾を使うわ。もうだってあと1ダメージ入ったら冬木くんお亡くなりになっちゃいますからね。はい、あんたもしつこいわね。そいつに固執するよりもこっちの本陣探ったらどうなの。はっきり言ってあんたのやってることってただムキになっているだけで戦術になってないわよ。それはどうでしょうかね。まあとりあえず私は神事にずっと持たせるんですが。それじゃあ私の攻撃ね。狙いはリク君。やばい、盾がもうないんだよ1個しか。もう気づいてはいるかもしれないけどこのゲーム実は本陣以外も一発でゲームを終わらせることができるの。大将か。それが相手のリーダーを殺すだな。その通り、さすがリク君、気づいてた。相手のリーダーが死ねばそのお電話に吸収された魂も一緒に死ぬ。つまり参加メンバーも全員死ぬからその時点でこっちの勝利確定なのよね。でそっちのリーダーはリク君なんでしょ。隠さなくてももう分かってるわよ。それじゃあそっちのリーダーはあんたかい。さあそれはどうかしら。いずれにしても大砲でリク君を攻撃よ。あ、死んだ。ごめん、死んだわ。使ってもだって位置入るもんね。あ、ごめん、やらかしたわ。はい、おっと、今の攻撃でリク君死亡、残念。あ、ちなみに言い忘れてましたけど
このゲーム本陣以外に相手リーダーが死亡した場合も終了です。嫌だって？当然じゃないですか。言いましたよね、リーダーの腕輪に参加者の魂が入ってるって。リーダーが死ねば一蓮托生、メンバーも全員ですよ。これ前に言ったはずですよ。まさかこんな初歩的なことに気づかなかったなんて言わせませんよ。まあそんなわけで残念でしたね、リク君。君の魂はこちらで美味しく回収させていただきますから。はい。まあ一回はね、ゲームオーバー見とかないとね。あれ？だよね、私絶対切ったよね。さっき切ったのにね、コメント流れたからめっちゃびっくりしたんですよ。はい。ということで、まあ、赤羽さんがリーダーなのかな。でもさ、必要にさ、冬樹くんは私が守るからって言ってたからさ、冬樹がリーダーの可能性もあるんだよな。冬樹くんずっと狙っていくか。本陣はちょっとリクくんずっと持っとってください。はい、お願いします。あ、やっぱり、あれなんだね。本陣を持ってる人に攻撃が行くようになってるんだね。なるほど。これは使っとかないとまずいですよね。どうしよう。で、まあ、ずっと冬木くんを狙えばいいんですよね。で、全部、大砲を冬木くんに。本陣持ってたね。なかなかやるじゃない、リク君。それじゃあ次はこっちの反撃をと。本陣はね、ちょっとジャックじゃ持っとって。はい。好きにしていいわよ、それじゃあ。あー、でもこれでシンジ君を狙うんだ。嫌だから、別にそのまま受けていいよね。はい。ね。次は、いいですよ。勝手にやっちゃって。はい。次なんだっけ。チャック持っとってください。はい。リク君は絶対に守んないとダメです。はい。オッケー。防がれちゃったかと。で、冬樹くんに行きまして、本陣はどうしようかな。大将が死んだらまずいから、リク、本陣持っとってくれ。はい、続けて私が攻撃させてもらおうわ。シンジくん、大砲じゃなければ受ける。ごめんね、そのまま受けます。はい。で、次は俺の選択だなと。冬樹くんで、HP3 なので、ちょっとごめんね、大砲使わせてもらうね。おい、あと1か。で、本陣はリクちょっと持っとってもらって、はい、どうする？本陣があるから盾は使いませんと。 OK。 で、チャックはそうだよね、あと1ポイントしか冬樹くん ないからね。はい、それはどうでしょうかねと。で、次はリクくんにもうずっと持っておっておきましょう。それでここで大砲が来るから、はい、分かってるよ。だから私は使います、盾を。はい、1ダメージ、本陣が2HP2 だね。あは、ラッキー、本陣だったわねーと。こっからですよ、こっから。リク、この攻撃も僕に任せてもらえませんか。これで彼らを潰します。分かった、お前のその言葉を信じるよ、ジャック。ありがとうございます。やで、そちらの執事を攻撃。何を狙ってるのかは知らないけれど、無駄って言ってるでしょ。盾で冬樹を守るわ。はい、あと何個あるんだ、向こうの盾。大口叩いておいて何がしたかったのよ、あんた。あ、え、バカな。え、盾で防いだのになんでそうなったの。冬樹への攻撃は盾でガードしたはず。今の攻撃で冬樹がダメージを受けるはずが。もしかしてさ、スキル何か。これが僕のスキルです。
同じ対象に4度攻撃を仕掛けることによってその対象を殺す能力獅子。このスキル発動の条件は4度攻撃を仕掛けること、ダメージは関係ない。条件は先ほどの攻撃で満たしました。これで彼は死にます。そしてそれによってあなたも同時に死ぬはず。赤羽さん、何、やっぱ冬木くんをリーダーにしてたんだね。気づいてたの。ええ、最初の名乗りの時点で。あなたは自ら殺人鬼と言っていましたが、違いますね。あなたは人を殺したことがない？今までいっぱい殺してきたんだけどな。いえ、そもそも人間ですらない。そちらの彼、冬木くんによって生み出されたスキルですね。どういうこと？その日彼女に会ったのは偶然であった。あの人はそこにいた、あの日、そこにいたのはあの日からずっと探し続けた僕の恩人、僕に初めて優しく接してくれた女性。だから僕は彼女に声をかけ、そのおそばにいたいと告げたかった。まさか、けれど。ちょっと緑、久しぶりの買い物なんだからちゃんとついてきなさいよ。うわ、緑ちゃん、お久しぶり。ふああ、相変わらずわがまま言いますね、お嬢様。何言ってんのよ。あ、私の羊ならこのくらい語気使われて当然でしょ。てなわけで次はあそこのお店行くわよ。はいはい、わかりましたよ、お嬢様。すでに彼女の隣には僕ではない別の誰かが立っていた。それからしばらく僕は道端に落ちていた黒い手紙を拾った。その瞬間で、瞬間であった気づく、その瞬間であった気づくと、この地獄にいたのは。はい、ようこそ。新たにここに落ちてきた哀れな子羊さんたち。ここは地獄。もうじきこの場所に千人の選ばれた人間が落ちてくるので、皆さんにはその人たちとゲームをしてもらいます。あ、もちろん生き残りをかけたサバイバルゲーム、デスゲームですので、死ぬ気で頑張ってくださいね。デスゲームだとふざけるなよ。なんで俺がそんなことをしなくちゃいけないんだ。出せ、ここから出しやがれ。ちくしょう、俺はまだ死にたくねえんだ。何でもするから助けてくれよ。男 D、 秋月のお兄さん、嫌だ。そんな生き残りをかけたデスゲームなんて、僕が絶対に生き残れる、ん？僕が生き残れるはずがない。絶対に死んじゃうよ。嫌だ。助けて。誰か僕を助けてよ。必死に助けを祈り、懇願した。その時、僕の脳裏に浮かんだあの人。あの時、僕のことを助けてくれた優しい人。あんたってやつはと、なんかそういうのを作り出せる能力なの？私がいないとダメみたいね。え、ほら顔を上げなさいよ、冬木。私が来たからにはもう安心よ。何しろ世界一の殺人鬼おとぎり赤羽があんたのことを守ってあげるから。赤羽さん、どうして？はあ、ま、
私は正確には本物のおとぎで赤羽じゃないんだけどね。あんたのスキル、理想によって生み出されたおとぎり赤羽の偽物。とは言っても、結構本物に近い性能だと思うわよ。性格とかも多分、かなり近いだろうし。ただまあ、私はあくまであんたのスキルだから、本体であるあんたがいないと成立しないのよね。だから、ゲームとかも、あんたが一緒に参加してくれないといけないけれど、まあそこはそこ。あんたのことは、私が守ってあげるから、安心しなさい、冬木。あ、それで、早速涙ぐんでるみたいだけど、私でよければ何でもしてあげるわよ。あ、ちなみに何でもって言っても、やらしいこと言ったら刺すわよ。そこにいたのは、間違いなく、夢にまで見たあの人、おとぎり赤羽さん。彼女が僕の前にいる、僕を守るために戦ってくれる。これほどの幸せはない、これほどの理想はない。だけど、叶うならば、僕は、あの時言えなかった言葉、その願いを口にした。それ、じゃあ、僕を、あなたの執事にして、もらえませんか？変なやつね。私はあんたのスキルなのに、それに使えたいっていうの？はい。しょうがないわね。それじゃあ、今日は、今日からあんたは、私の執事よ、冬木。いろいろこき使ってあげるから、覚悟しなさい。はい。僕には勝ち残った際、与えられる願いなんて必要なかった。なぜなら僕の願いは、叶ってしまったね。もうこの時に叶ったのだから。いやでも本物の赤羽ちゃんにそれを言うまでは死んじゃいけないよってもう死ぬんですがね。ごめんなさい。ああ、謝罪しなくっちゃね、冬木。あれだけ大見え切っておいて、あんたを守れないなんて、私はおとぎで赤羽失格ね。いえ、あなたは僕にとって理想、間違いなくおとぎり赤羽さんでした。そんなあなたに、わずかですが、おそばに仕え、優しく声をかけてもらい、一緒に過ごせた。それだけで僕の、誰にも必要とされず、馬鹿にされ続けた人生にも救いがありました。あなたに会えて、本当に良かった。あなたに、会えて。頭の中にめっちゃ流れてきた。赤羽さん。バカね。そういうセリフは、ちゃんと本人に言わなきゃ。そうですね。冬木、私は偽物のおとぎり赤羽だけど、本物でもきっとこんな時、同じセリフを言うと思うわ。あんたは最高の執事だったわよ。赤羽、お嬢様。はい。ありがとうございます。ああ。赤羽様。僕も、あなたに仕えることができて、本当に。ああ、ダメ、リアルで言わせたい。言っちまったか。ここに落ちてすぐ、声をかけて仲間になったが、やっぱいなくなると寂しいもんだな。いや、いつだってそうか。友達をなくすっていうのは、辛いよな。リクとシンジに刺さるわ、今の。あんた一人が残っても、ゲームが続いてるってことは、あんたがリーダーだったんだな。まあ、そういうことだな。
一応聞いておくが、降参する気はないか。ま、現状的に見れば俺の劣勢は明らかだが、悪いな、降参はもう少し後にしておくわ。最後に一つ、わらあがきでもしねえと、あいつらに申し訳ねえからな。そうか。しかし、大砲とかね、いろいろ使っちゃったんだよね。ジャック持っとってくれ。はい。さて、宣言しておくぜ。こいつが俺の最後の攻撃だ。でも、多分、本陣3あるよね。HP。だがな、ここでスキル発動。なに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 、みんなに当たる的な。こいつが俺のスキル代償だ。これは俺自身の生命力を消費することで他の能力を上昇させるってやつだ。まあ見ての通り燃費悪いからここまで出し惜しみしたんだがな。だがすでに俺一人となった以上、出し惜しむ必要もねえ。俺自身の HP、それに俺が持つ本陣の HP も1になるよう消費した。そこから引かれた数値をこの大砲に込める。狙いはもちろん、オタクダリーク。おっと、言っとくがこの攻撃はもう積みだぜ、リクさんよ。たとえ盾を使ってもオタクの HP は終わる。まあ仮に本陣で守ったとしても、それを落とせばどのみち俺の勝ち、一発逆転の大爆地だ。行くぜリク、これが俺たちの全てがこもった最後の一撃だ。シンジ、頼むよ。ダメだ、たとえ盾を使ったとしてもあの攻撃力はもう防げない。俺のスキルも使用可能になるまで間に合わない。バンジ、違う、晩作月たか。すまないみんな。シンジ、シンジ、あー来た。どんなスキルなの、スキル発動と献身。あ、自分に攻撃が行くように。あ、ちくしょう、これこんなに痛えのかよ。こんなもの平気で使おうとしていた関先輩、やっぱおかしいわ。信じ、信じ、信じ、お前どうして。はあ、このスキルか。まあ俺も最初は驚いたぜ。最初はないとばっかり思ってたんだが、実はあったみたいなんだよ。俺にもスキルって言っても、最初の時点ではなかったのはマジだぜ。マジだぜ。こいつは手を握った相手のスキルをコピーする魔法ってやつらしい。え、最強じゃん、シンジ。それって最強のスキルを持ってたんだね。へえ。あの時関先輩と別れる際に握手したろ。どうもその時に先輩のスキルをコピーしたみたいだ。先輩の時は使うなって否定していたけど、これ案外役に立つな。そんなことを聞いているんじゃない。なんで俺をかばったんだ。お前こそ何言ってんだ。かばうに決まってんだろ。お前が死ねば俺たち全員終わるんだぞ。それに太刀助けるのなんか当たり前だろ。だけどお前は俺のことを多分なんか言ってくれなかったことに怒ってんだろうね。ずっとなんか胸にしまっていたみたいな。はあ、怒っていたさ、当然だろ。けどな、それはお前を、お前がタケルを見捨てたことにじゃない。なんでそのことをずっと俺に隠していたんだ。やっぱそうなんだね。だよね、ダチなら隠し事なしだぞ理論なんだね、シンジキュン。お前はそれで俺がお前を見放すとでも思っていたのか。ダチなめてんじゃねえぞ。シンジ、
お前がどこか普通とは違うことも気づいていた。いつかそのことを相談してくれると思っていたさ。けどお前も空も何も言われえからな。ダチとしての解消がねえぜ、まったく。しんちゃん、俺はお前らと違って秀でたもんがねえからよ。そばにいることくらいしかできなかったけど、それでもダチとして頼ってほしかったんだよ。お前らがどんなに変わってても俺のダチだ。それだけは絶対に変わらない。シンジ、シンちゃん、つうかこんな状況でもお前ら二人涙一つ流さねえのな。ま、分かっていたことだけどよ。リク、勝ち残れよ。お前は誰よりも強い。もう俺の顔色伺ったり遠慮することはねえさ。お前の本気を出せ。そうすれば絶対にお前は勝ち残る。ああ、そうしたらちゃんと願いで俺を生き返らせて地上に返せよ。じゃねえとダセえからよ。ああ、約束する。はあ。じゃあまあ、そろそろ限界なんで寝るわ。次目覚めた時はみんなでカラオケにでも行こうぜ。もうね、もうね、人がね、一人ずつ死んでいくのはね、もう本当にね、いけないと思う。涙腺弱いから。シンジ、親友なくしたってのに、それでもなお涙一つ流せないなんて、俺たちって本当どうしようもないな、リック。ああ、そうだな、大したダチだな。オタクが食らうはずだったダメージ全部肩代わりするなんて。ダチか、いいな。俺にはオタクらみたいな友人関係は眩しすぎるよ。俺は自分のためだけに周りを犠牲にして生きてきた男だったからな。あんたもさっきの冬木や赤羽って人たちとそういう関係じゃなかったのか。どうかな、俺は単に自分が生き残りたくて連中と組んでただけだよ。そうか、けどあんたは彼らに報いるためにさっきの捨て身の一撃をやったんだろう。少なくともあの冬木や赤羽はあんたのことを受け入れてるように見えたぜ。そうか、だとしたら嬉しいな。リクっつったか、この勝負俺の負けだ。いや、正確には俺を任したのはさっきのあの兄ちゃんだがな。信じって言ったか、いいダチだな。乾杯だぜ。ああ、こんなことを俺が言うのはおかしいが、勝ち残れよ、オタクら。俺はともかくああいう普通の男がこんな地獄で死ぬのは割に合わねえから、必ず勝って生き返らしてやれよ、ブイケ返すで。それについては約束する。ついでにあんたのことも生き返らせてやるよ。へえ、そいつは嬉しいな。けど多分それは無駄になるよ。どの道俺は死ぬ人間だからな。その設定は引き継いでるんだね。自分をさ、なんか生命を維持させるために前はさ、悪魔と契約してあの館にいたもんね。その設定は引き継いでるんだ。どういう意味だ。なーに気にするな、くだらねえ男のくだらねえ夜迷い事だ。じゃあな、オタクらとの勝負楽しかったぜ。おー、悲しい。おめでとうじゃねえんだよー。